皆さん、こんにちは。今日のビデオでは、高齢になって新しいパートナーと一緒に暮らす高齢者が、最も恐れていることは何かについてお話しします。お見逃しなく。もしかしたら、これは私たち自身への有益な注意喚起になるかもしれません。人が老年期に入り、配偶者を失い、子供たちもそばにいない場合、多くの高齢者は非常に孤独を感じます。その空虚さを埋めるために、 新しいパートナーを見つけることを考えるかもしれません。しかし、再婚や老後同居を考えている人にとって、これは簡単なことではありません。財産の安全性、子供たちの態度、自分で身の回りのことができなくなった時の介護など、多くの複雑な問題が含まれています。したがって、高齢者にとって、再婚や同居は慎重に検討する必要があります。最初の恐れは、 利用されることです。多くの高齢者は、婚姻届を出さずに同居を選び、ただ一緒に日々を過ごすだけの関係を築きます。しかし、誰もが純粋な目的を持っているわけではありません。中には、無料の家政婦のようなパートナーを求める男性もいます。一方、一部の女性は同居を、最後の財産を子や孫のために節約または貯蓄する機会と考えたり、 自分の小さな家を手に入れたいと望んだりします。双方が金銭や、個人的な利益を主な動機として関係に入ると、対立が生じやすくなります。彼らは日々の出費だけでなく、食事から家の中の一つ一つのものまで、細かいことにまで口論します。このような同居生活は、共有ではなく負担となります。くすぶる不満や小さな口論が日々積み重なり、 人生の晩年が望んだほど平穏でなくなってしまいます。このような関係は、一人で暮らす孤独よりも悪い場合があります。なぜなら、相手からの苛立ちや失望を、耐えなければならないからです。結局のところ、彼らが望むのは、安寧で自由、そして静かな生活なのです。佐藤さんは語ります。私は今年66歳で、妻は3年前に病気で亡くなりました。 彼女が亡くなった後、一生一人で生きていくつもりでした。長い間一人で暮らし、それがそれほど悪くないと気づきました。生前、妻はよく短気で、怒りっぽく、物を壊すこともありました。私は常に緊張状態で生活していました。彼女が亡くなった。時、悲しかったですが、症老病死は自然の摂理であると受け入れ、すぐに悲しみを乗り越えました。毎日、 一人で食事をし、一人で眠りました。生活は少し孤独でしたが、その静けさが私を心地よくさせました。物を壊すようなこともなくなり、不眠症も自然と消えました。そのような生活が一年続き、私はこのまま一生を終えるつもりでいました。佐藤さんは言葉を切り、続けました。一人暮らしの平穏に慣れていましたが、体が、協力してくれませんでした。 ある夏の夜、血圧が突然上がり、脳卒中を起こしました。幸いにも娘が訪ねてきてくれ、タイミングよく発見して病院に連れて行ってくれました。後遺症もなく乗り越えましたが、それ以来、一人でいるのが怖くなりました。娘は私に彼女の家に引っ越すよう勧めましたが、私は嫌でした。娘婿との関係が良くないからです。一緒に住めば、きっと気まずい思いをするでしょう。 ヘルパーを雇うことも考えましたが、費用が私の年金とほぼ同じ、月に約15万円です。一方で、私は発病した時に病院に連れて行ってくれる人がいれば十分で、家事のサポートは必要ありません。それなのに高い給料を支払わなければならず、割に合わないと感じました。その後、友人の紹介で、佐藤さんは58歳の宮子さんと出会いました。 宮子さんは月に3万円の年金があり、息子に自宅を結婚のために譲ったので、月9000円で小さな部屋を借りて困難な生活を送っていました。彼女の経済状況が良くないにもかかわらず、佐藤さんは気にしませんでした。彼は、裕福でない女性の方が自分を大切にし、良くしてくれるだろうと考えました。しばらくの交際期間の後、佐藤さんは宮子さんに一緒に、住むことを提案しました。 彼女は自分が彼の年金手帳を預かることを条件にしました。それが彼女の安心につながると言ったのです。彼女もまた彼のお金を無駄遣いしないと約束しました。二人とも高齢で彼女に悪意がないと考えた佐藤さんは同意して年金手帳を彼女に渡しました。宮子さんはすぐに引っ越してきて佐藤さんは彼女に多くを求めず、 ただ自分が病気になった時に病院に連れて行ってくれることだけを望みました。しかし、彼が彼女に尽くしても、彼女はその優しさを利用しました。一年の同居生活の後、娘が車を買うために7万円が必要になった時、彼は喜んで助けることを申し出ました。佐藤さんは、この金額を心配していませんでした。彼の年間年金は、十四万円もあったからです。 しかし、彼が彼女にお金を取ってくるよう頼むと、彼女はためらい、ついに彼の年金がもう残っていないと告白しました。佐藤さんは愕然と、しました。一年間の同居生活で、基本的な生活費以外に大きな出費はなかったと考えていたからです。彼女を問い詰めると、宮子さんは全額を自分の息子の援助に使ったと白状しました。それを聞いて、佐藤さんは激怒し、 彼女に息子と連絡を取ってお金を返すよう要求しましたが、息子は返済を拒否しただけでなく、彼を侮辱し、母が一緒に暮らしているのだから、彼女があなたのお金を使うのは当然だ、と言いました。お金を、取り戻せず、佐藤さんは怒りのあまり3日間寝込んでしまいました。体調が回復した時、彼は宮子さんに家を出るよう求めました。この小さな家には、あなたのような、 女神は収まりきらないと言いました。しかし、彼女は出て行きたがらず、もし泊まらせてくれたらもっとよくすると約束さえしました。彼女の明らかな利己的な意図を見て取った佐藤さんは、拒否して年金手帳を返すよう要求しました。それを聞くと、彼女は、すぐに去って行きました。最終的に、佐藤さんはほっとしました。宮子さんが去ったことで、誠実でない関係よりも、 孤独でも平和な生活の方が良いと気づいたのです。彼は人を見る目を誤ったことを後悔しましたが、これからは誰にも頼らず、自分のために生きていくつもりでした。結論。高齢者が伴侶を求めるのは、共に支え合い、老後を乗り越えるためのパートナーを望んでいるだけです。しかし、お金のことしか考えず、相手が病気になったりお金がなくなったりした時に平然と去っていくような女性や男性は、 本当に悲劇的です。そのような人に出会ってしまえば、注意しなければ、共同生活は悪夢以外の何者でもありません。第二の恐れ、病気になった時に見捨てられること。病気が軽い症状であれば、通常の薬と少しの休息で回復できます。共に暮らしていれば、お互いに助け合い、困難な時に支え合うことができます。しかし、個人が言ったように、 病床が長くなると高校な子もいないと言われるように、ましてや婚姻関係にない関係ではなおさらです。重病になると、多額の費用がかかり、長期的な介護が必要になり、回復の見込みがない場合も。あり、物事ははるかに複雑になります。そのような場合、多くの人が離れることを選ぶかもしれません。実際、正式な夫婦でさえ、 一方が不治の病にかかった時に関係が破綻することがあります。婚姻届を出していない同棲中のカップルの絆は、病気の圧力の前ではさらに脆弱です。長期的な介護による経済的、体力的、精神的な負担は、初めの美しい感情を薄れさせるかもしれません。相手が回復不能な時に分かれる決断は、辛い。ことであっても、 双方が自分の平穏を取り戻すための理解できる選択と言えるでしょう。78歳の山本さんは、子供たちの強い反対を押し切って、自分より二十歳若い田中さんと一緒に暮らすことを決めました。この決断は家族に深刻な対立をもたらし、特に一年足らずの同居の後、田中さんが何の言葉もなく彼を置いて去ってしまい、彼に深い後悔を残しました。山本さんは、東ド退職した労働者で、 毎月約30万円の年金を受け取っていました。66歳の時、彼の妻は半身不随となり、10年間寝たきりになりました。その間、彼は文句一つ言わずに彼女を献身的に介護しました。その愛情と献身は、息子と娘の二人の子供に深い尊敬と感服の念を抱かせました。しかし、母親が亡くなってわずか1ヶ月後、 山本さんは突然田中さんと同居することを宣言しました。この決断は、どもたちを激怒させました。娘は父に少なくとももう一年待つように穏やかに。進めましたが、彼は拒否しました。彼は率直に言いました。私は君たちの母に全力を尽くした。今、私は幸せを見つける権利があり、いつまでも悲しみに沈みたくない。最終的に、娘はしぶしぶ譲歩しましたが、 息子は父がこの年齢でパートナーを見つけるのは恥ずかしいことで、家族の面目を失うと強く反対しました。田中さんとの同居中、山本さんは息子の強い反対に直面し続けました。息子はようたびに口実を作って邪魔をしに、来たり、時には自殺をほのめかして脅したりしました。山本さんと田中さんは、夜中に、突然のチェックを受ける恐れの中で生活し、 新しいパートナーを守るために緊張を強いられました。しばらくして、息子は諦めて連絡を立ち、父を彼の選択に任せました。しかし、田中さんには別の思惑がありました。彼女は、山本さんの高齢と健康状態から、自分より先に彼が亡くなる可能性が高いと知っており、自分が損をしたくありませんでした。ある日、彼女は率直に言いました。あなたと一緒に暮らして、 私はあなたの子供たちから救かなからぬ不利益を被っています。何の保証もなければ、これ以上我慢できません。彼女の要求に対して、山本さんは彼女が自分を離れるのを恐れて、すぐに何が必要か。尋ねました。田中さんは、彼女に家の所有権を譲るよう要求しましたが、山本さんは家が抵当に入っていると説明しました。彼女は考えを変え、有納金として百万円と、 毎月3万円のお小遣いを要求しました。彼女を失いたくない山本さんは、貯金を取り崩し、関係を維持するために贅沢な支出を受け入れました。しかし、その後間もなく、山本さんが脳卒中を起こした時、田中さんは姿を消し、彼の子供たちがあらゆる手段で、連絡を試みても戻ってきませんでした。今、山本さんには悔しさだけが残っている。 子供たちからの警告のアドバイスが今彼の心に響き、彼は深く理解しました。老後は誰かに付き添って欲しいと思うのは当然だが、親族の意見を聞かずに焦ったために悲痛な結末を迎えた。高齢者は資料深く、大きな決断をする際に明確な決断を下せるよう子供たちにサポートを求めるべきです。また、子供に関しては、あまりにも介入しすぎることが最善の。方法ではない場合があります。 その代わりに、親は適切な理解とサポートを得て、老後の喜びを求める要奨礼されるべきです。第三の恐れ、子供からの反対を恐れること。高齢者の同居の決断は個人の問題だけでなく、子供たちの感じ方や意見にも関わります。親が新しいパートナーを見つけることを受け入れる開放的な考えを持つ子供たちに恵まれれば、高齢者は喜びと伴侶のいる老後を安心して楽しむことができます。 一方で、親の財産が他人に利用されることを心配する子供も少なくありません。そのため、親が再婚や誰かと同居しようとすると、彼らは、激しく反対します。これらの子供たちは、厳しく管理しなければ家族の財産が減少し、親が経済的なリスクに直面するかもしれないと恐れています。彼らは助言から激しい反対まであらゆる手段で阻止しようとし、 高齢者を困難な状況に追い込みます。子供の指示がないと、高齢者も心が重くなり、同居生活に踏み出すのが難しく感じます。彼らは、どれだけ独立していても、健康、経済、その他の重要な決断において子供たちの助けが、必要な時があることを知っています。子供たちを不快にさせることは、将来への不安を招き、後々の頼りを失うことを恐れるかもしれません。 結局のところ、子供たちに受け入れられない同居関係は、高齢者にとって最大の障害の一つです。伴侶を持ちたいという願いは、時には子供たちの安心や家族としての安全感のために情報しなければならないこともあります。清子さん、58歳は一人娘があり、夫が10秒で亡くなってから、10年以上一人で生活してきました。夫が亡くなった時、彼女はまだ48歳で、 娘のためにすべてを捧げ、再婚は考えませんでした。今や娘は卒業し、安定した仕事と自分の家庭を持ち、清子さんはそろそろ自分のそばに伴侶が欲しいと感じ始めました。この思いは、彼女が高橋さんと偶然出会った後に芽生えました。スーパーに行った時、彼女はうっかり携帯電話を落としてしまい、それを拾って返してくれたのが高橋さんでした。それ以来、 二人はフェイスブックで友達になり、頻繁に会話をするようになりました。清子さんは、彼が自分より数歳年上で、彼の妻も数年前に亡くなり、彼も再婚していないことを知りました。二人ともそれぞれ子供がおり、配偶者を失った境遇からお互いに共感を覚えました。高橋さんには息子と娘がおり、二人ともすでに結婚しています。交流を重ねるうちに、二人はますます親しくなり、 やがて愛情が芽生えました。ある日、高橋さんが告白し、清子さんはそれを受け入れました。しかし、清子さんは娘がこのことを聞いた時の反応を心配していました。彼女は自分の望みを正直に娘に打ち明けたところ、驚いたことに、娘は反対しないばかりか、母の再婚を指示しました。娘は母に自分のために生きて、もう子供のことを心配しなくていいと励ましました。 佐藤さんと同様に、高橋さんの子供たちも二人の関係に同意しましたが、婚姻届を出さないことを条件と、しました。高齢の二人にとって、書類はもはや重要ではなく、そばにいて共有し、世話をする人がいればそれで十分でした。子供たちの承諾を得た後、高橋さんと清子さんは一緒に住むようになりました。高橋さんは常に彼女を細やかに世話し、 清子さんはとても幸せを感じました。3年の共に過ごす時間はあっという間に過ぎましたが、ある日、清子さんは浴室で不運にも転倒し、膝の骨を折ってしまいました。入院期間は半年にも。及びましたが、高橋さんは厭わず、常に彼女のそばに寄り添っていました。ある日、彼女は私たちは結婚していないのだから、あなたは離れてもいいのよ、と言いました。 高橋さんはすぐに答えました。私たちは年間一緒に過ごしてきました。たとえ書類上ではなくても、あなたは私の妻です。あなたの世話をすることが私のしたいことです。お互いを見つけるのは難しかったのですから、困難だからと言って諦めるのではなく、大切にしましょう。その言葉を聞いて、清子さんは深く感動しました。清子さんの娘は、 高橋さんの献身的な姿を目にして、二人が婚姻届を出したいのであれば、もう反対しないと決めました。しかし、清子さんと高橋さんにとって、本当に必要なのは利益や財産ではなく、一緒にいてくれるパートナーでした。二人とも毎月15万円の年金があり、共に生活するのに十分です。彼らにとって、幸せとは、ただそばにいて、人生の最後まで。共に歩み、 支え合うことだけでした。要するに、高齢者が一緒に暮らす人生のパートナーを見つけるのは何も悪いことではないのです。特に晩年に伴侶を持ちたいという願望は全く自然なものであり、尊重に値します。後悔する事態に陥らないように、適切な人を選ぶことが重要です。高齢者が同居する際に共通する三つの不安、つまり病気の時に見捨てられるのではないか。 経済的に利用されるのではないか、子供から尊敬を失うのではないかという不安は、決して小さな。問題ではありませんが、避けることは不可能ではありません。同性や再婚を決めるとき、高齢者は子供と相談すべきです。これは、子供たちがより明確な視点を持つのに役立つだけでなく、家族が理解し、共感し、精神的なサポートを提供するのにも役立ちます。逆に、 子供も親の意向を理解し、過度な干渉を避け、選択の自由を尊重する必要があります。両親が人生のパートナーを見つけるのをサポートすることは、高齢者に喜びを、もたらすだけでなく、幸せで充実した老後を過ごすことにもつながります。新しい関係の中で、家族からの同情と支援があれば、高齢者は世話をされるだけでなく、真の平安と幸福を享受することができます。 それは、晩年を迎えている人なら誰でもできることです。このビデオが役に立ち、行動を起こすきっかけになると思われる場合は、ワンとコメントしてください。そうでない場合は、ゼロとコメントしてください。あなたの。コメントは私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。このビデオをご覧いただくために、貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。 こんにちは、また会いましょう。